皆さんおはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。今起きた方もいるのではないでしょうか。スプラトゥーン3が2022年の夏に発売されるということで、界隈が、スプラ界隈盛り上がってたんですけど、なんか、噂で、スプラトゥーンの発売日を予想してる人が、ちらほら、いまして。で、なんか根拠が、とても、あーって俺もなったので、ちょっと、共有しようかなと思ったんですけど、なんか、スプラトゥーンのさ、映像、スプラトゥーン3発売する映像の電柱に、数字が書いてあって、それが、まあ、逆から読むとかな ?7 月15日って見えるんだって。まあ、157って書かれてるんだけど、まあ、スプラトゥーンってほら、なんか後ろから読んだりするじゃん。なんか漢字とか使ってたりするけど、これなんか数字っぽく、なんか伏線みたいなの貼られてて、だから7月15日じゃないのかなみたいな。で、個人的にちょっと調べたんですけど、スプラトゥーン1の発売日が、5月の、28日木曜日。で、スプラトゥーン2は7月21日の、金曜日なんですけども、まあ、特に関連性はなく、まあ、ただ夏ってのは、まあ、7月は夏だから、多分、同じぐらいなのかなと思ってたんですけど、今年2022年の7月の、21日はね、木曜日だったんだよね。で、ワンチャン木曜日もあるのかな、みたいな思ってたんですけど、まあ、15日ってこれ書かれてたから、この15日の金曜日も、てかなんかもう14から22、28、29ぐらいがもうなんかベスト、ここら辺なんじゃないかなって俺も思ってたから、確かに15日マジでありそうだなと思いました。ってことで、俺は15日だと思ってスプラトゥーン3を待っていきたいと思います。まあ、あくまで噂なんですけどね。はい、間違えました。アンチョビットゲームズ縄張りバトルです。よろしくお願いします。な今日アンチョビットゲームズばっかやってるわ。ずっとやってたけど。ずっとって言っても語弊がある。よろしくお願いします。ちょっと塗ろっか。なんかみんなナイスしてるね。お、帰ってきた。平和な仲間たち。よし、ちょっとこっち側俺が塗ってあげよう。まあ、ジェットパック溜まるくらいがいいかな。溜まりそうだな。今日はね、ちょっと鍋を食べました。昼ご飯に一人で鍋をしました。なんか寂しいけど。聞いたら寂しいけど、ただただ俺は鍋が好きなので。健康だしね。うれ!いや、トピードがなんかすげえ上に飛んでった。あ、ここいるじゃん。やりきれないか。やりきれないけど、ナイス、ニオチ。そっちか。ちょっと攻めづらくなっちゃった。降りてるな、これ。シールドが邪魔。危ねえ!ナイス!これカバーしちゃおう。後ろ来てるから、あ、今来たのね。来てると思った。オッケーオッケーオッケー。最後の一人だからこれみんなでやっちゃおう。あ、ナイスキル。俺いらなかったね。よしよし。これでオールダウン。疑似オールダウン。ああ、ナイス、ナイス、ナイスです。強い味方が。おりゃ。あれ?ナイス、センサー。センサーってか、丸みさ。あー、やりきれない。ごめんなさい。ごめんなさい。痛ーい。トーピード当たった。今、キル速度早かった。もうみんな強いから、ちょっと左塗ろっか。全然塗れてないからさ。これは塗れる俺が塗るべきだ。ナイス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 。いいね。オールダウン強え。味方がめっちゃ頑張ってるので、俺も頑張って塗ろうかな。てか、スプラトゥーンのさ、3の発売日が決まったらすげえモチベーション上がりそうだよね、みんな。俺も多分、いやもう決まってるからな、発売自体は。待つだけなんだけど、結局。あー、ダメ。あ、ダメ、全然当たらん。こっち狙われてる?あ、そっちか。やばいぞ。敵が盛り返してきたぞ。もう割れる割れる割れる。いや、ありがとうってくれて。ありがたし。これ化けでこと?やばい。
これイカスフィアだな。あ、もう使ってるよ。オッケー、1キル。いやー、死んだこれ。嘘。よし、塗れる。よし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 。塗れた。敵陣地塗ったけど微妙い。どっちだろう。おお、僅差。僅差だ。ありがとうございました。僅差で勝った。おお、長座目造船来たぞ。どうしよっか、長座目造船。ずっとアンチョビやってたから、なんか、戦い方忘れたというか。アンチョビットゲームズぐらいの、狭さが、長座目広いよね。広すぎて広いって感じ。もう広いってことだね。俺適当だよな、本当に。適当に、適当人間。一生結婚できない気がする。気にしないで、今の発言は。なんかナイスしてたから。ああ、いいか、あれか。あーまあ待ってた感じ。あーまあ待ってた感じですかね。うりゃー。あー、なんか倒してるんですけど、ラッキー。これ味方といいスペシャルの連携ができたんじゃないか。わあ。あー、引いてった。まあ、ここ、抑えてれば、結局勝てるから泣ける。いた、当たった、当たった、当たった、ドンピシャじゃん。危ない。めっちゃ危ない。あ、味方のカバー。いやー、あっちもカバー。縦長、ジェットスイーパーか。いらっしゃない。やべやべ、全然濡れてない。これは濡らなきゃって思っちゃう。あ、味方も塗ってくれてる。暖かい。それは嬉しい。もう汚さないでくれ。マルチミサイルだ。せっかく塗ったとこ汚しやがって。ねえ、待って、相手回線落ちてる。え、回線落ちるとこ見てない。あ、これしちゃって長い人ね。え、かわいそう。価値格か？そんなこと、情け？おい。めっちゃ逃げるじゃん。あ、やった。倒した。ねえ、相手一人いないから、終わるこれ。え、マジで一人いないだけでスプラトゥーンって変わるよね。スプラ3になったらさ、対戦落ちたらさ、誰か入ってきたりすんのかな。あ、これ降りたか。あ、ナイスキル。なんかキルしてる。なんか別のゲームさ、回線落ちたらさ、縄張りバトルとか、ガチマッチじゃなければなんか、自然と入ってくるゲームあったんだよ。そうなればいいのにね。まあ、後から入ってきた人も、この状況から入ってくるの嫌か。普通に考えたら。え、なんか、やばいここ。はい、すいません、すいません。あー、かわいそうに。かわいそうと言いながらやっちゃってる自分も、悪ですね。おいる。うりぇ、あー、カーボンか。カーボン強え。カーボン強いな。なんか、飛んじゃおうかな、これ。こんにちはしよう、最後。こんにちはこんにちは。なんか悪いね。悪い気がする。ありがとうございました。なんか、改善落ちで勝つと悪い気がしてやばい。罪悪感。まあ、自分は罪ないけど。よし、頑張りましょう。ちょっと疲れてきた。ちょっとね、昨日から筋肉痛で、ボルタリング行ったんですよ。昨日生放送したんですけど、生放送した時に、もう行ったんだけど、ちょっと人生初のボルタリングっていう、なんだろう、富士坪スポーツクラブってあるじゃん。あそこにゴツゴツしたさ、あ、誰か落ちてる。誰か水に落ちた。このステージで水に落ちてる。そう。なんかゴツゴツした岩登るんだけど、なんかめっちゃ力使ったの。握力とか。今プロコン持つ手がね、めちゃくちゃ痛いっす。あ、それインカーマーずるいな。やだ、抜かないで。よし、倒した。インカーマー強え。直撃だったのにな。あ、これ俺死んだ。危ねえ。耐えた。
これは登って、あ、そっちか。ナイス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 。気づいた時にはもう敵がいなかった。悲しい。あ、やれそう。なんかダメージ負ってるぞ。オッケー。君もー、あ、ボブついてる。これやれそうじゃない？あ、あと一発が届かん。来そうだな。あ、そっちに逃げる？オッケー、一人だけ。もういいや。いやー、危ない！オッケー。なんかボムついてた。着地術強えな、やっぱこう考えると。来るのか？まあ、帰ったか。そっち行ったんだ。いたんだ。すげえ、ボセボセムード。あ、これ死んだわ。俺も落ちた。このステージで俺も落ちた。恥ずかしい。見ないで、今だけ画面をそっと閉じてほしい。恥ずかしい。うれ。ナイストピードだ。あ、帰ってったの？せっかく円環ついてんのに。やれそうだな。ガガ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 。ハイプレは大丈夫。よし、これ塗れば勝てるぞ。あ、ナイスキル。お、勝ちが見えてきた。こんだけ塗れてんもんね。来るかな？俺か。あ、やべえ、負けちゃった。あ、やべえ。あ、やばい。チャージャーがやばい、これ。てか、ソイチューバーじゃん。やられてる。ソイチューバーじゃん。やらかしたぞ。あ、ナイスキル。あ、ナイスキル。ごめん、負け筋消してくれた。今ちょっと調子乗りました。いけ。インク出ない。いや、危なすぎる。インク出なかった。わー、強い。怖ーい。インカーマたまれ。インカーマじゃない。うれ。あー、切り取れなかった。ふー、勝ったけどなんか、ちょっとやらかしたわ、最後。ありがとうございました。うわ。スプラ2も楽しいね。スプラ3も楽しみだけど。ありがとうございました。